はい、つまりありがとうございます。パーソナルブレイクで松さん、ローマ字の小文字ですね。はい、ボックスね、今日から販売開始しました。ボーイズオブサマーですね。まあ結構ツボの方は、はい、これはかなりいいんじゃないかと思います。まあプロスペクトね、あとパッチ系も結構昨日良かったですね。グループブレイクやった時いい部分結構入ってるし、はい、こうですね。で、今年のルーキーもこうね、アウルシンマークついてんだ。選手会 OK 出したんだな、多分。あ、ホールフェームか。あ、どうなんでしょうね。はい。まあでも、アメフトはね、パニーさんが一応、勝ったんですよね。うん。なので、アメフトは2026まで、きっちり。はい。まあ、ちょっと言いがかり的なあれでしたからね。うん。って言っちゃいけないか。はい。エヴァン・カーターですね。で、あとで、ローダー全部入れておきますんで、カード。はい。あ、ちょっと待って。気がつかなかった。あれ?と思って。はい。そう、昨日もね、気がつかなかったんですよね。で、チャットにお客さんが、ブックって、チャットに書いて、おっと思って。あ、来てると思って。はい。コルトキースさんの25尻です。コルトキースさんも頑張ってますね。うん、デトロイト。で、3枚目。アンドリュー・ジョーンズですね。はい。で、4枚目。はい。ジョーダン・ラウアーさん。99シリアル。うん。ルーキーが3枚でしたね。うん、で、あ、ここメモラだ。熱いんだ。そうだ。レジェンドですね。ドワイト・グッテン。はい。ね、一人ジャージ。分厚いんですよ。分厚いのが正義っていう時代にまたちょっと戻ったのかな。で、マイケル・バローズ。はい。149。で、これがラス前なのか。これがラス前だ。はい、フレッド・リンさんですね。レジェンドです。おお、ボールノードだ。はい。99シリアルですね。フレッドリン。はい。昨日は、あれ?昨日はブックとボールって別々だったよね。あれ、スポットがだからか。はい。一緒に、まあ、重なると重なるパターンなのかな。あ、ブックだからこれでいいや。もう名前見えちゃって。うん。ハセル。昨日こうやって入ってたよな。あ、シリアルもちょっと少ないですね。ヒッターズインク。あれ昨日150だったような気がします。パッチかなんか入ってるかな、どうでしょう。でも薄いな。せーの。ジャージだな。あ、形が違うんだ。おー、でも、ハッセルですね。うん。オッケー。はい、ブックレット来ました。まあ、ブックレットもなんか、ケースで、ね、2枚とか。出るのも普通にあるらしいんで、まあランダム封入なのかなって感じです。うん、で、フレッド・リンさん。だこの辺ね、サインは本当適当に入ってるのかなっていう感じです。プロスペクト3枚っていうのも昨日もあったし。うん、はい、ハッセルさん来ました。はい。じゃあ、一応ブックはこのプラケースに入れて、他はローダーに全部入れてお送りします。はい。まあ、ベース系がルーキー3枚という感じですかね。で、ブックが出て。で、ボールの、カットボール、シグネチャーみたいな感じで。はい。まあ、安定感ありますね。まあ、サイン3ですからね。うん。はい。じゃ、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。